出た。もしもし。もしもし。あの柏マスクですけれども。ああはい。元気。元気ですよ。あのですね、ちょっと報告があります。はい。柏マスク。登録者100名で今101名かな。超えました。ありがとうございます。ただそれだけ。あ、それだけですか。うん、まあこれからもよろしくね。よろしくね。あ、東京県で大丈夫。あ、出た。あ、もしもし。ですね、柏マスクですけれども。どうした。ちょっと報告があります。登録者101人を記録しました。なんかあれだね、なんかどうでもいいっていう反応やね。苦戦したね。今後ともよろしくお願いします。今動画撮ってる。ちなみにチャンネル登録してる？んくん？ありがとう。あ、ほんと？ありがとう。じゃあね、愛してるよ。ありがたいね。次の人行こう。お疲れ様です。あの報告がございます。柏マスク、なんと登録者101人を突破しました。なんその招待を。いや、今あの動画撮影してるんですよ。まあこれからもよろしくお願いします。あのあなた様のおかげでございます。なんだやってるわ。じゃあ今後ともよろしくお願いします。よかった。次もしもし、あのお疲れ様です。柏マスクです。あ、いや、ちょっとすぐかかんねえ。ちょっと今撮り直しだよ。いや、今撮影してんですよ、動画の。で、ちょっと報告があって電話してます。なんとですね、登録者101人突破しました。ちなみに、柏マスクのチャンネル登録はしてくれてます？あ、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。じゃあまたね。あ、じゃあまた越冬戦でよろしくお願いします。バイバイ。こんにちは、柏マスクです。なんでちょっと撮るの？なんと、なんとですね、登録者100名超えて
101人になりました。やったなんかコメントあります？101人の登録者の皆様に対してなんかある？皆様に対してっていうか、うん、そろそろなんか俺この界隈で俺のこと知らないやついねえからそろそろ言いそうじゃん。いや、何や調子に乗るからね、カシアも本当はねそういう、やっぱりここは本当に今後も謙虚に、やらせていただく所存でございます。鼻水出てない。最初からちょっとそれが気になった。鼻水出てる。鼻水出てる？鼻くそ？あ、違う。あ、大丈夫でした。大丈夫大丈夫。ちょっと登録者101人記念ファッションチェック。イエーイ。イエーイ。最初に全身写します。全身写してもらっていい？全身をちょっとします。はい、全身をしました。ちょっと前に作ったこの真珠のアクセサリー、これ自分で作ったんだよ。知ってる。そうだよ、知ってる。あと、まあちょっと。全体的にジャラジャラさせて、でこの上着をこれはこの前凛太郎くんから買ったスタンダードジャーナル、ナジャーナルのリネンのジャケット、これもすごい気に入ってんのよ。かっこいいでしょ、うん、で、あとこのデニム、あ、デニム、これは何、柏にあるビューティー&ユースの佐藤さんから買った、なんかちょっと太めにしちゃってベルトで縛ってるような感じ。これは何回か紹介してるんだけれども、ビリケンストックのボストン、これは柏の、ビームスの池田さんから買いました。まあ、こういうなんかなんていうの、スカーフもちょっと合わせて、さらにちょっとエロくないですか？何？うん、ちょっとこれさ結構キョコちゃんね、ありがたいなって思いながら、愛を叫びたい。大丈夫。じゃあ今日はご視聴いただきありがとうございました。本当にこのちょっとつまんないもんなんですけども、このタオルと同じものを今回101人突破記念でプレゼントしたいと思いますので、後でまた後ほど方法については連絡させてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。バイバイ。